どうもジェニーです、どうぞよろしくお願いしますということでね、激サブの園田競馬場、皆さん明けおめってことでいかがお過ごしでしょうか。寒くね、これちょっとめっちゃ寒いんですけどっていうね、これそうそう、皆さん聞こえます、これ聞こえリングってことで、ちょっとね今配信を開始してみたわけなんですがっていう、あれどうですかね、これ聞こえんのかな、これ聞こえまっ、寒い、遅刻って、ちょっと待って、またこれ早めに始めたんですけどみたいな、これそう、いやめっちゃ寒い、これめちゃめちゃ寒いんですけど、これマジで、あー寒い、ちょっとね今日は寒いですけども、ちょっとね張り切っていきたいと思いますっていう、まあね、C3、まあね、園田第一レースね、ダバマシとめと、ちょっと勘弁してよってね、出たよ、これ、言うと思った、ハゲおめとか、これ、マジで、ちょっと、いい加減にしろっていうね、これ、そう、いや、ハゲおめじゃないから、もう、ってつければいいとね、思ったんで、大きな間違いだよっていうね、これ、そう、いうことで、いや、ほんとね、あー寒い、もう今日ね、ちょっと、園田に参りましたってことで、いや、非常にね、寒波吹き進むってことで、もうちょっとね、これ、しまった、本当に。これ、完全にちょっと、コート着てくべきだって、初戦ハゲ、おめ、ドベ、競争、バカ野郎、誰がドベですかみたいなね、これ、そう、もう今年も相葉が、どういうことこれ、恥さらしとか、マジで。恥とかないか、新春一発目は、新春シャンション賞だよ、これ。わかるこれ、新春シャンション賞だから。そう。ダバ主の中の、何これ、ダバ主の中の、なんか男の中の男、そっちの方がいい、なんか、ね、そっちの方がちょっとモテますかみたいな、そう、いうことで、今、田中学ジョッキーが、待機所にね、入ってきましたってことで、いやー、これね、とりあえず、当てたいね、まず。当然、うちの馬、ジャパンがね、頑張ってくれるっていうのもありがたいんだけども、そう、だから、なんとかね、一発ね、ちょっとまずは、ちょっと相手がね、今回強いんで、どこまでいけるかっていうのはわかんないけど、なんとかね、頑張ってほしいっていう。寒い、マジ寒い。ライジン大いに逃亡目、どこだね、それ。いや、今日、逃亡どういうことそれ、いや今日あ出てんの、いやわかんない、ちょっとね見てないよねっていう、そう、前のダバー YBO でまた買い目にはと、ちょっと待って、俺自分で作ったのでまさか外してるっていう、これマジで、おお、そうせ、餅食えない、本当に食わしてくれよっていうね、そう、いうことで、あ今日もねちょっと出ました、今日はね、ジャパンに初騎乗、広瀬さん、今ね、入場ってことで、ちょっと慎吾さんと一緒に入ってきてるねっていう、そう、おはよう、あ、おはようってことでね、今日は、スマイルジャパンの、レースが2レースにあります。はい。で、あとは、一応今日スマイネル杯ってことでね、全然、告知をしてなかったんで、誰も来てないっていう、マジで、大江ライジンは多いに、マジで、そうなの、俺これ知らなかった。マジかよ。本当にそれ。そんなことって、ありえるの？ありえる？もう、多い、実家配信じゃない。だから、実家配信はもう完全にもうね、放送できるレベルじゃなかった。マジで。それはまたちょっと、おい、今晩か、明日の夜にでもちょっとやるわ。そう。ジェニー、どうもこんにちは、僕ですかっていうね、そう。だから、ね、年賀状ね、まだね、家に帰ってないんだよ。今、本当に、実家から朝一の電車で来たよっていう。そんな感じだから、もう始発で来ましたよみたいな、そう、だからちょっと、ワイルドしんちゃん、ワイルドだろう、俺めっちゃ寒いけど今、ただ一枚の服で頑張ってる、ワイルドだろうっていう、そう、オイラ人天気、本当に、マジで、そんな、ちょっと待ってよ、そんなことってありえるの、どういうことですかみたいな、そんなの、ちょっと、マジかよ、オイラ人天気も、本当かよ、天気ってそれ言わへんだろそれ、マジでそれ君たちそれ言いたいだけじゃないのそれ、そう、マジ本当に、今日の、いやけいこちゃんの子供はめっちゃ可愛かった、甥っ子なんだけどね、そう、まあ、その話写真も撮ってきたから、その辺もちょっと無許可でねどんどん上げていこうかなと思うんだけどね、そう、スマイネル軍団もと殺人、何これちょっと勝手に殺すのやめてくれませんかっていうね、そう、マジか、ライジいなくなっちゃったの、うそー、マジかよ、ちょっと悲しいよね、
悲しい色やね、屋敷高人です。そうそうそう、おお、マジ、え、トイレ行くから黙って、何それ、ちょっとトイレ行くから黙って、トイレ行く、何集中したいの、なんかちょっとそんな新春からちょっとね勘弁してよねっていうね。そうそうそう、12月31日に転勤と、本当にちょっとマジかよ、なんか寂しい、なんか寂しいな、それ、ちょ、兵庫の雷じゃなかったのこれ。俺はね絶対ね出さない、マジで。俺はどんな強い馬を引いても絶対に馬を出さない。うん、ちょっと悲しいよね。おー、マジか。いや、前にね、ちょっとね、ま、今日走るジャパンの様子を見に行ったんだよ。おー、その時にライジまだいたんだよ。いつだっけな、29日。おー、29日に見たら、いた。元気だった、ライジ。おー、そうそうそう。え、あんたのか。ちょっと待ってよ、ちょっとね、今ね、ほんとね、今日ボロボロのね、状態。マジで、実家でね、どんなね、こう、なんか、恥ずかしめ、虐げられてきたかっていう、そうそうそう、ちょっと勘弁しておいて。悲しい屋根は上田正樹。ま、だから、細かいことはいいよね、みたいな。細かいことはいいんだよ、みたいな。そうそうそう。旧車の、ダバリス。バカ野郎、俺の馬が、ちょっとこれ、新しく入ってきた3頭目。ね、ちょっとすいません、橋本旧車みたいな。そうそうそう。え、お前が出す、ちょ、どうさせ、ほんとお前はね、お前が他殺症に行けよみたいなね、これ。そうそう、大焦点じゃなくて、そうだろう、最終かけた方が。本当に、あ、最終マジか。ちょっとね、SBO 的にもなかった、最終って結構良かったよね。2頭抜けてた、確か。だよね。おう、あの生まれになんかもう全財産いっとくみたいな。そうそうそう、おう、どうしようかなみたいな。うん、え、お偉いちゃん、橋本忠雄耐久。本当に耐久、ちょっと何、どういうあれ、どこに行くの、どこに行くの、え、多い、多いなんだ。マジかよ。多いってでもね、あれだよね、中央を抜いたらやっぱりちょっと格が違うなっていう感じがするよね、やっぱね。そうそうそう、うん、マジかよ、何それ、ちょっとなんかすごい寂しい、なんか兵庫の宝がみたいな。まあ馬主さんの判断は仕方ないけどね。そうそうそう、俺、いや、もう俺ね、宣言しておこう、俺はもう園田、もう園田でもう行くっていう。うん、もうどんだけ勝っても園田から、もうごめんやけど、まあ、プロキオンステークス取るまで絶対に出さないっていう。おー、マジでそこはね、ちょっとそこはもうごめんみたいな。うん、え、報道によると大いに行く、あ、マジで報道が、まあさすがにね、そのアイドルホースだからね、そうそう、報道もあるよねっていう。うん、マジかよ、ちょっと盛り下がっちゃうよねそれ。うん、マジか。ライジンはね、ライジン専用の馬房があるんだよ、橋本厩舎には。うん、あのライジン結構ね、やっぱ頭ぶつけたりとかするから、その柵をね、棒だけにしたね、特別の馬房があるんだけど、まあそこまでやってんな、行っちゃうのみたいな、どういう流れで、まあ確かに今日出る西のイールだっけ、うん、に負けてしまって、まあ園田のね、無敗記録は、まあ園田の地元馬に対しての無敗記録は、まあなくなってしまったわけなんだけど、うん、そうそうそう、え、ジェヌインのハゲ、ただの悪口じゃん、それ。ただの悪口じゃん。あ、ちょっと待って、ジャパン何キロ、ジャパン、あ、マイナス2キロ。おう、やっぱこんなもんかなみたいなね。そうそうそう、うん、ライジン売りたがってたらしい。あ、売りたがってた、あ、そうなの、ライジン、え、売りたがってたの、マジで。買う、おう、え、なん 100万ぐらいですか、全然買うんですけど、これ。そう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 、うん、え、それどうなんで売りたがるの、あんな馬を売りたがる、ちょっと理由が全くわからない。おう、なんそれ、どういうあの流れですかね、それは。よくわからないんだけどね。そうそうそう、うん、ちょっとジャパンね、マイナス2キロ、前走ね、ちょっとマイナス7キロだったから、その辺どうかなっていうのはあるんだけども、うん、まあ、ちょっとね、ジャパンの場合はちょっと体大きくなってほしいなっていうのはあるんだけどね。そうそうそう、あー、寒いよ、ちょっとマジで、うん、え、お前の束と同じなの嫌だから、ちょっと勘弁してよ、そんなね、隣の隣がジャパンですねみたいな。そうそうそう、うん、まあ、あの同じ建屋だったね。そうそう、うん、そうそう、え、3000万ぐらい、そんなにマジで。いや、俺ね、ライジンの、もしね、俺がライジンのオーナーだとしたら、3000万、売る、絶対売る、めっちゃ買って、誰かみたいなね。そうそう、めっちゃ売りも、いや、嘘だよそれは、売るわけないだろそんなもん、絶対、いや、売らないけどね。うん、いや、なんかね、ちょっと寂しいのは寂しいけどね。そうそうそう、うん、え、そのお値段5000万程度らしいから、そのじゃあ回収かな。あ、まあそうだよな、うん、大いに行ったって。あ、え、オーナーが変わったってこと、じゃあオーナーが変わったってこと、それじゃあ、うん、え、ライジの妹、あ、エンジェルツイートいるよね。そうそう、うん、同じ森下厩舎。あ、なるほどね、そういうことか、マジか。お、エンジェルツイートもね、よく走るもんね、やっぱ。お、あんな感じでね、まあ兄弟走るということは、うちのね、ちょっとうちのちょっと新しい北山の子も、ちょっとお姉ちゃんのね、北山ルージュしかり、ちょっと走るんじゃないのみたいな。そうそうそう、お、頑張ってほしいわ。え、30ペソいくらやねんそれ。そう、俺でも買うわそれ。そうそうそう、うん、いや寒い、ちょっとめっちゃ寒いわ、めっちゃ、うん、え、オーナーが変わったの、じゃ
オーナーが変わったの、オーナーが変わって大いに持ってったってことなのかな。うん、まあ、それたら分かるわ。そういうことなの。うん、でも名前変えられないもんね。そうそうそう、え、お前のまあ3000円してしか売れない、3000円で買ってくれるのか、そもそも。もうそこも奇跡に近いんだけど、マジで。うん、そうそう、あ、ちょっとね、こんな感じ。うんね、今年、馬券始め17468、うん、これ4はね、ちょっとなんかパドックで良かったみたいな、そうそうそう、うん、いう評価です。どうかな、うん、9はないだろ、9は、うん、木村ジョッキーの9はないかなと思ってる、うん、どうだろう、うん、でも前行ってるね、あ、寒い、めっちゃ、もうめっちゃ寒い、え、今のところ女の表記、あ、マジで、今のところ変わってないんだ、うん、まあ、どうなんだろうね、そうそう、え、今日もハゲてるの、そんなもん1日で変わるか、そんなもん。いきなり髪がふさされていたらむしろ病気だわそれ。おお、そうそう、え、年賀状出したら返事、あ、返事はまあ配信上でみたいな、ちょっと買えないみたいなね、そうそう、ハガキもちょっと辛いみたいな。あ、4番いってる、オッケーオッケー、うん、大丈夫かな、11番、あ、11番いってるいってるいってる、オッケーオッケー。7番は、7は、うん、どうだろうな、これちょっとさ、木村チョッキやめてよみたいな、うん、そこだけ、あ、でもいけるなこれ、うん、あ、7先頭ね、オッケーオッケー。8いらんぞ、カモミヤ、あ、違う、これ笹田か、うん、笹田いらんぞ、笹田いらんぞ、うん、7そのまま残ってて、7そこ、笹田いらんぞ、うん、外から、よし、体頼む、よし、体頼む、あれ、ちょっと待ってよ、あれ、いかん、ちょっと、あれ、ちょっとこれ、え、年賀状余ったから気が向いたら怒ります、あ、ありがとうっていうね、そうそう、何これ、ちょっと3連符の当たってたんだけど、おー、なん761これ、うん、どういうことこれ、くっそー、え、スマイネの範囲、今のところお前、じゃあまあね、ちょっと今日誰も集まってないっていう、ん、1に3着ですけど、ギリギリかな、あれ、はい、え、もしかして出たー、これ早速井上プロ新春三勝賞です、これ、おめでとうございます。1、3着かな、1、3着ですね。ちょっといきなりプロが早速一発目、これ満件じゃないですか、これ一挙優で、なります、なります、これさすがだねっていう、これ、おー、そうですね、ざまってことざまって、え、あいか、どこが下手、これね、似てますよね、これ、ほらほら似てるけどマルチじゃないもんな、マルチじゃないですけど、似てますよね、これね、お、当たりじゃないかな、これ、もしかして、勝ってるな、勝って勝って、あー、おめでとうございます、これ、もうなんかね、ちょっとケチったよ、ケチったというか、もうそもそもこんなマルチで買ったらいくらするんですか、これ、6倍ですよね、1800円、無理っすよ、僕1800円とか、マジで、うん、まあ、ということで、ちょっとね、惜しいなっていうね、うん、出だしはまあまあ、切り包まれたもんな、一番そうですね、あー、これ、生まれに買っとけばよかったかな、縦目の、おー、そうそうそう、うん、はい、相変わらずの下馬券、本当失礼、君、もう、え、プロ、あ、プロはね、本当ね、明けましておめでとうっていう感じで、本当に、そうそう、まあ、余裕で飛びましたね、木村ジョッキー、うん、じゃあここはもう、あ、ハルルプラス21、これもなんか同じパターンで、これなんか言ってくれないかなみたいな、9番いらんかったからね。ということで、さあ、ありがとうございます、ね、明けおめです、早速は、ちょっとね、そう言わないでみたいな、うん、言わないでみたいな、あ、ちょっとね、でも、あのパドックね、人多くなってきたら、ちょっと光栄になる、うん、あの、ジャパンはちなみに、結構、前見に行った時、うん、前見に行った時は、あの、毛づやは上がってた、まあ、一周、中ね、中2周開けたから、ちょっとそれで元気になったと思う、多分、そうそうそう、松野の馬券にマルチって書いて、いい、書いたらこれ当たるかな、俺、ちょっと後で書いとこ、ペンで、そう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 、うん、え、だからお前はハゲなんだよ、バカ野郎、それ、DNA に刻まれたもんだから、うん、だからという理由にはならないぞ。よし、よし、ちょっと今結構、ね、人集まってきたからね、ここになる、うん、まあ、こんな感じ、うん、よし、今ね、もうすぐジャパン入ってくる、うん、そうそうそう、うん、え、明けおめリリー、あ、どうもリーさん、こんにちはってことでね、今現地から、ジャパンのね出走を見届けるという感じでやってます。はい、そうそうそう、うん、ハルルってなんでこんなところにいるんだ、あのね、ハルルはね、多分中もう何ヶ月、うん、多分その時期あまりにも間が来すぎると高級みたいな、多分ね、ムービーもそんな感じ、うん、ムービーも相当多分このクラスに落ちてると思う、 C3 とかね、うん、そうそうそう、だから、まあ、間が来ればこんな感じになっちゃうねっていう、そうそうそう、うん、だ、どうかな、プラス21だからな、うん、この辺が
うまくね響いて、ジャパンが楽にいけたらいいなみたいなね、そう、うん、思ってます。はい、今日応援来なくてごめんなさい。あ、全然いいですよっていうね、そう、うん、新年励ましておめでとう、なんか間違ってないっていうね、そう、いうことで、とりあえずジャパン、3枠3番、マイナス2キロ、うん、あ、6730円、いきなりプロゲットみたいな、うん、井上プロゲットみたいな、そう、うん、いや、ちょっとな、なんか、俺こういう馬券取れないんだよね、さすがプロは取るよねみたいな、そう、うん、いやー失敗したってことでね、そう、あ、しんちゃん、今年もスマイネル軍団楽しませて頑張りますってことでね、小原さんちょっとよろしくお願いします。そう、うん、今日の配信は何時、今日の配信はとりあえず一回このジャパンの配信終わって、次は、お昼ぐらいから、うん、お昼過ぎぐらいから、またツイッター見といてください。はい、お昼ぐらいから、開始ということで、うん、でその時に、まあ、集まった人で、スマイネル杯第2回ということで、うん、頑張っていきたいと思いましょう。ジャパン来た、うん、ジャパン来たよ、うん、まあ、ちょっとね、まあ、やっぱりもともと細いね、コロンとしたものだから、その辺ちょっとどうかなと思うんだけど、おちょっと待って、これ、あ、橋本調教師補佐が自ら引いてくれてます、ありがとうみたいな、うん、ちょっとね、かなりこれ気合が入ってるよ、うん、ケセは戻ってるよね、ケセは戻ってる、うん、あ、ジャパンケセは戻ってるわ、おすごい、ジャパンケセは戻ってる、マジで、うん、そうですね、マルシが来てるからだいぶ勝てない、どういうことなんですかね、どういうことなんですかね、うん、そう、え、昼から当たりやポニー、いや、ちょっとね、勝ったらっていうことだったんですけど、いきなりちょっと僕は外れてしまって、まあ、井上プロゲットみたいな、そう、うん、いう感じです、はい、今、ちょっとね、3番、うん、3番、かなり、形勢がいい、うん、やっぱね、前回ね、熱発があったんだけど、熱発から中一周開けて、今やったんだけど、それが良かったかもしれない、うん、そう、今日年もハゲた1年になるといいですね、いや、もうそれ確定ですね、はい、別にそれは一瞬で変わるものではないですから、うん、そう、ただやっぱ他の馬がね、こうなんか他の馬がこう、筋肉隆々って感じがね、して、ちょっと、どうかなと。ジャパンがね今歩いてます、これ、うん、そう、明けましておめでとう、松の今年を当ててね、あのね、早速外しました、はい、チェーン早速外したよってことで、そう、うん、ジャパンね、いいよ、悪くない、うん、全然悪くない、ただ周りの馬もやっぱよく見えるよね、お、周りの馬もよく見える、うん、なんだろうな、これちょっと周りの馬もねよく見えちゃうんだけど、そう、うん、ジャパン、お前と頭皮と一緒に、前の頭皮と一緒、どういうことやねそれ、どういうことなんですよ、いや、ケズヤが良いって言ったんだよ、俺ケズヤ良くないよね、むしろ、うん、むしろちょっと毛がないみたいな、そう、うん、とりあえずね、ジャパンね、まあ、ちょっと細いっていうか、その元々の体型はあるけども、ケズヤが良くなってる、うん、で元気もね、やっぱり良くなってると思う、歩き方もね、いいと思う、うん、だからあとは、どうだろうな、あとは、まあ、展開次第ですかね、みたいな、うん、まあ、実力は出せると思う、うん。どうだろう、うん、近くで見てもこれね、うん、めっちゃいいよ、オッケーオッケーオッケーみたいな、そう、うん、え、なんで広瀬に乗り換わったの、あのね、広瀬さんずっと調教つけてくれてるのね、いつも、うん、だから調教つけてくれる広瀬さんに乗ってもらって、なんか変わり身あるかなみたいなのもちょっと見てみたいみたいな、あ、そう、だからそういったところでちょっと試してみたいということで、今回ね、広瀬さんに乗ってもらいましたと、まあ、初だけどね、あのジャパンにはずっと乗ってくれてるんで、そこは全然問題なしと、はい、いう感じです、うん、そしてね、しんちゃん、あきめ、レッドグロリア繁殖品馬セールに出るよ、あのね、いらないです、はい、全くいらないってことでね、そう、うん、で、それって、売れた金額って、俺もらえるの、売れた分って俺もらえるのかな、それ、うん、それちょっと、どうかなってね、そう、うん、わあ、でもね、やっぱりハルルがね、その体高の高さとか、その大きさ、体の、うん、そこでちょっとね、10番のハルルちゃん抜けてますねっていうね、そう、うん、ラストなんだから勝ってくれたりね、うん、そうで、なんでラストワンやねん、まあ、うんって言いそうで、なんでラストワンやねん、だから、勝手に決めるなっていうね、そう、うん、まあ、とりあえず、年初一発ということで、まずはね、うん、まあ、掲示板、馬券、ね、まあ、よくもみたいな。まあ、スタートだよね、やっぱね、ちょっと今まで2走ぐらいちょっとスタートはあんまり決まらなかったんだけど、ここは多分ね、体調が悪かったんだと思う、うん、でそこをここで一発ね、変えて、うん、あ、え、今日免許外すのかな、え、今日免許外すのかな、あれ、今日免許外すのかな、あのね、今日免許外すかもしれない、
うん、久々にね、そうそう、うん、5、8、9、10でいいな、3話入れてくれよそれ、そうそうそう、うん、そうだ、人めっちゃいる、うん、こんな感じ、こんな感じだよ、うん、めっちゃいる、そうそうそう、うん、あれ今日メンコ外すかもしれない、うん、多分ね、おとなしくなったからメンコ外してもいいっていう判断なのかな、これ、うん、あのね、メンコ外すか外せないかの判断は、その蔵、うん、蔵のその内側から面越してるか外側から面越してるかで分かるのね。外側から面越してれば後ですぐ外せるから、うん、だから今日面越外すかもしれない、久々デビュー戦以来、うん、マジで、そうそうそう、うん、売却できたらグロリア売れる、うん、分かんない、売れる、そう、あ、そうか、そもそも主取りみたいな、うん、そう、分かんないっていう、そうそうそう、うん、めっちゃいる、うん、今日ジャパンね、もしかしたら面越外すかもしれない、うん、だすっぱだかで走るかもしれないね、ちょっと恥ずかしみたいな、そうそうそう、うん、ちょっと今気づいた、うん、パトク見てたらジャパン、メンコを外していくかもしれない、うん、そのちょっとね、気になります、うん、ジャパン、あー、10円で何でも買えないかな、それいいよじゃん、それいいよじゃん、勘弁してくれよっていうね、そうそうそう、うん、ケツやいい、うん、ケツやとってもいい、うん、これね、よし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 、いいんじゃないかな、力出し切れると思う、うん、まああとはね、うん、まあ、保養もいいしね、うん、保養もいいし、全然問題ないと思う、うん、そうそう、え、お前のスパダカでハゲ頭されて、どういうことやねん、それ、どういうことやねん、それ、いや、俺はスパダカじゃありません、ちゃんとスーツ着てますけどっていうね、そうそうそう、うん、よし、ジャパンは完全に俺に気づいてる、うん、完全に俺に気づいて、俺の方を見てますけども、ただ、今日は面子を外すかもしれない、うん、そこはそう、ちょっとね、もしかしたら、なんか、うん、やっぱり、デビュー当時のことを思い出して、うん、一気に行くかみたいな、そうそうそう、うん、負けましておめでとう、先に言うなよ、だからまだ走ってないから、うん、そうそう、年賀状届いた、送ってないけど、送ってないな、届くか、そんなもん、どんな奇跡やねんそれ、うん、そうそう、C3 だからいつも1004と思ったけど、今日はそうそう1230、うん、あの1230がね、3週連続でずっとあるから、そうそう、だすごいね、楽しみ、うん、これ続けばいいのね、そうすればジャパンずっと出れるからね、多分次走も1230出れます、1230で、うん、でそこで、まあ、上がれればなんかね、ラッキーみたいな、うん、それはちょっとあるけどね、そうそうそう、頑張ってほしいなと思います、うん、しんちゃん、天球のコツ教えやがれ、天球のコツってどういうことそれ、天球はそれを馬主が天球しますって言ったら天球できるよ、うん、まあ、ちょっとブレスの場合はちょっとね、まあ、異例でしたけども、はい、そうそう、解説きっかけ欲しいですね、今日も特に良くないです、良くないですねってどういうことこれ、本当にそれ、今日も特に良くないですって、どんな表現、ちょ、馬主いるんですけどこれ、そうそうそう、うん、え、走れハゲ、なんでやねん、なんで巻き場王みたいな扱いやねん、そうそう、ちょっとでもね、ジャパンね、いいわマジで、うん、ジャパンいいわ、見てこれマジで、うん、これね、ちょっといけるな、今日メンコ外したのな、これ外さないかな、いや外すな、うん、多分外す、そうそうそう、うん、え、転、あ、転職か、転休じゃん、転職の、もうちょっと馬のこと考えすぎて転職が転休に見えた、うん、転職のコツ、あー、自分のやりたいことを見つけることですかね、うん、それが一番だと思います、だから次そのこの会社を選んだ理由っていうのを嘘偽りなく言えれば多分どこでも行けるよ、うん、あとはまあ君たち次第だと思うけどね、そうそう、うん、え、吉村に見せて、いや違う、あのいつもね調教つけてもらってるヒロさんに一回ちょっと乗ってもらいましょうかっていう話、うん、特に吉村さんにこれのレース乗る間ないからね、うん、まあ、乗ってもらおうと思えば乗れてたんだけど、うん、あえてそこはちょっと変えてみましたと、はい、そうそう、え、おい、実家帰ったんじゃないのか、だ、実家も行ったけど、もう本当ね、さんさんたる目に遭いましたので、もうちょっと放送すらできずみたいな、うん、だ、それでちょっとまた今晩とか、まあ明日とかやりますんで、はい、お願いしますっていう、そうそうそう、うん、ジャパン、頑張れよ、ジャパン、うん、よし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 、うん、あ、いいね、気合は入ってる、うん、あのね、馬房とは全然違う、気合は入ってる、そうそう、うん、きっかけ欲しい、今日も特によく見えないみたいなことは言ってて、本当に下手くそですね、その人は、うん、今日よく見えなかったらもうどうなってるんだっていうね、そうそうそう、うん、3番いいよ、マジで、うん、しっかり歩けてるし、うん、これでよく見えなかったら、ジャパンいつよく見えるんだっていうぐらい、まあまあ、うん、ジャパンに関しては、本当にこれでよく見えなかったらいついいのっていうぐらい、まあまあ。うん、マジで、そうそうそう、単身46倍、美味しいですね、はい、まあ、単とは言わないまでも全然あると思うけどね、そうそうそう、うん、
まあ、ちなみにこの解説者はさっきのレースで、木村ジョッキーの9番を押してました。マイナス24キロだけ、ね、まあ、どへたくそですねこれね。プレスのレースは飯田先生に乗ってもらう。いや飯田先生はね、まあ、調教はつけてくれてるからね、調教はつけてくれてるけど、まあ、ちょっとジョッキーではないからね。馬券の総評のあのね、まあやっぱね、ある何がですか。そうです、結構人気割れてますよねこれね。難しいですこれは非常に。お、5番立った、5番立った、ね、もうねジャパン落ち着いてるね。やっぱ大人の女の子になったなって感じだね。今広瀬さんが乗る、今広瀬さんが乗るわ。3番に広瀬さんが乗りましたと。いいね、グッとくるねこれね。よし、まあ、広瀬さんね、あの白に赤いこうギザギザみたいな、アドマイヤみたいな感じ。で赤の帽子ね。まあ総評的には3番はいいよみたいな、ぜひ押さえていかがですかみたいな、そんな感じ。あとはやっぱハルルちゃん10番ね、いいんじゃないかなとは思うけどね。まあ、メンバーがちょっとね今回強いんで、前に行く馬も強いんで、前に行く馬が多い中でちゃんとジャパン行けたらいいなっていう感じがするよね。これです、広瀬さん。明けましておまんこしんちゃん、時期なし下ネタですかっていうね、新年早々ちょっと勘弁してよっていうね。こんな感じ、いいね、よし行った、ジャパン頑張れってことで。よし、あー寒い、めっちゃ寒い、もうめっちゃ寒いよマジで。YBO の通り決まりそうだけどな、まあ、どうだろうね。結構混戦だから、もう1200単時だからね、ちょっと分かりづらいとこあるわマジで。抽選会やってる。あー寒い、めっちゃもうね寒い、もうちょっとね仕込んでくるわ今度。めっちゃ寒い。園田一列、何が人気めっちゃいるよこれ、ほらこんないるよこんな。マジで抽選会だよなんか。だからね、君たち分かるかこれ、新年早々これハゲダシ、ハゲダシとかね HD とかもうそうないから、そんなものは存在したいいですか。2013年のいきなりそんなね、新年早々もうハゲダシとかもう HD とかもうそんなのね、その他レースコースターということでね。いやちょっと2013ちょっとみんな明けおめってことで一発かましてやりましたっていう。もうね死ぬ、寒いんだよマジで、ちょっとしんどいっていうね。ジャパン単種ドベ、ちょっと待ってよこれ、うちの馬ドベ人気ですかって。あ、来た、あ、ちょっと待ってこれ、あ、目の前来るかな。よし、右折来た、ジャパン来る、ジャパン来るよ。よし、頑張れジャパン。よしいいね、ジャパン来た。そうだ、レースコース書いてあるだろこれ、書いてあるだろってね。よし、ジャパンね、右折、できるだけ返しを短くして、スタミナ持つように言って、よしいいね、開始抜群。オッケー。初日の出が俺の頭だよ。寒い。マジで、今日、今、JRN の新 CM っていうか、一生黙ってて、それ、なんか、死んでませんかって、高いですかって。寒い。めっちゃ寒い。ただ、ジャパンね、開始行った。いやー、寒いわ、しかし。めっちゃ寒い。よし。寒い、めっちゃ寒い。
もうね、ちょっとね、これ寒すぎる、こっち、スタンド側。おお、寒い。ちょっとね、頑張るわ、みんな。ちょっとね、この寒さに耐えるわ。おお、そうそう。よし。ちょっと楽しみ。おー春、まあ、春、ちょっと強敵だよね。おお。頑張ってほしい。うん、あ、寒い。寒いわ。うん、あ、めっちゃ風が吹いてる、風が。めっちゃ風吹いてる。うん、あ、寒い。寒い。めっちゃ寒い。もう風が。うわ、寒い。寒い。あ、めっちゃ寒い。ちょっとみんな寒いんだけども、ほんと。はぁ、あ、5分前、はあ、よし、みんなちょっと馬券買ってね、馬券。うん、はあ、はあ、寒いよ。よし、とりあえずちょっとね、今日は頑張ってほしいと思います。ジャパン、形勢もいいし、多分免許外すの、外してる？まだまだかな、直前かな。うん、よし、頑張ってほしい。うん、はあ、はあ、寒いよ、寒い。よし、ちょっと待って、ジャパン映んない、あんまり。ちょっと俺のジャパン、うちの単勝ドベだからといってちょっと映さないのやめてくれませんかって。あ、行った。よし。まだメイクしてる。まだメイクしてる。おー、そうそう。よし。あ、寒い。うん、こたつで見てるわ。足で、マジで。俺のこの寒さをちょっと感じてよねっていうね。そうそう。うん、お前の馬が絡む馬券全部万馬券。マジで。マジで。ちょっとね、おめでとう。むしろおめでとうと言いたいよね。そうね。そうそう。うん、誰か帰ろ、差し。ほんと寒いよ、ちょっとこれ。うん、もうガタガタ、ガタガタだよ、本当に。ああ、寒い、寒い。え、今来たしんちゃん、今年もよろしく。あ、今年もよろしくってことよね。そうそう。めっちゃ寒い、そのだけ場所からお送りしておりますけどね。そうそう。おお、よし、頑張ってほしい。うん、とりあえず、ジャパンもしかしたら裸で走るかもしれん。おお、ジャパンも、ちょ、面子、今日は外すかもしれん。おお、そこちょっと気になる。そうそうそう。うん。寒い。よし。頑張ってね。頑張ってほしい。寒い。え、特に頭部が寒いんですよ、ね。ほっときゃ、それ、マジで。ほっときゃ、それ。俺の特徴ですよね、みたいなね。そうそう。よし、寒い。寒いな。頑張って。頑張って、ジャパン。うん、ちょっと、お年玉俺にちょうだい、みたいな。うん、頑張ってほしいな。うん、ってね、行きました。はい。頑張ってほしい。よし。今んとこね、ジャパン、全然好調。全然入れ込んでないし、まあ、力出し切れると思う。あとはもう相手関係だよな。まあ、相手関係も、とりあえず、ジャパン以外全員出遅れろみたいな。そしたらいいな、みたいな。そうそう。え、なんでこう取ってこないの？だから、それはお金がないからです。はい。わかりますか、皆さん。まあ、ただ、一応ね、今日は、今は来てないんだけど、寒い。もう一枚、一応、バッグの中にね、入ってる。ちょっと今日はいけるかなと思ったんだよ、だから。あ、寒い。ちょっともうね、喋れなくなって、え、服買いなよ。服はね、ちょっと金がないっていう。うん、そうそう。え、服は着てるよ、だから。うん、だから、あったかい、なんかね、うん。あったかいコートはないねっていう。そこだよ、そうそうそう。え、馬主がこんな頑張ってんだから、ちょ、ほんと頑張ってこいよっていうね。そうそうそう。ほんと頑張ってほしい。うん、あ、寒い。寒い。ちょっと頑張ろう。うん、ジャパン頑張って。ちょっと俺に温かいスープとコートをくださいっていう。うん、お年玉くれよ。ほんとね、ちょっとね、おいっ子にお年玉払ってきたんで、めっちゃ金ないんですけど、ほんとに。もう渋々だ、渋々。マジで。ちょっとね、まあ、実家でおいっ子見てきましたっていうことで、そうそう。もう渋々ね、ちょっと、お年玉ちょっと踏んだぐられたみたいな。おマジで、ちょっと勘弁してよってね。実家で落としてあげたよ、だから、めっちゃ。もう渋々で、渋々。うん。そう、え、あ、他で行った時のコートあるある。だからコートじゃなくて、ジャンバーね。うん、足元ないから。うん、上着だけだから、そうそう。うん、ユニクロに安いコートある。その安さもね。うん、それ君たちにとって安いかもしれないけどっていう、そうそう。うん、ジャパン単勝今から買います。あ、よろしくってことだよね、そうそう。うん、今日は18から18キープって、いや、18キープじゃない。うん、18キープではないけど、普通のキープ。うん、そうそう。寒さで込める。いや、小刻みに震えますよ、これ、もう本当に。おう、めっちゃ寒いもんだって。おう、はぁ、何度これ。そうだ。マイナスじゃない、これ、マイナス。マイナーでマイナー。あぁ、寒い。うん、寒い。今日ジャパン、今日はね、ジャパンだけ。うん、で、この後、お昼ぐらいから、また、再度放送開始して、
スマイネルハイってことでちょっと馬券大会やろうと思うんだけど、あまりの寒さにちょっともう知ってしまうんじゃないかっていう感じ。そうそう、俺手袋もね忘れ、手袋欲しいよねマジで、手袋欲しいマジで。えてか体調崩した方が金かかるから不快だ。体調は崩さないです。はい、体調はもうそこはもう気合で、はい、気合でいきますね。もうマイコプラズマも気合で直しました。はい、病院は行かないっていうね。そうそう、川崎始まるか黙って、黙ってそのボリューム、もうボリューム変えたらいいんだろうかっていうね。そうそう、あそう、寒い、けいこちゃんにも年玉あげないよ、だってそれただのね主婦でしょっていう。そうそうそう、うん、だそれはあげませんっていう、うん、寒い、うん、ちょうどね、もうこれとりあえずね、もうバシンと頑張ってほしい、うん、マジで。よしよし、たぶんとりあえずもう新春賞だから、新春、うん、よし頑張ってほしいな。今ねとりあえずゲートが今ね入りましたと、うん、そうそう来るね来る、うん、頑張ってほしい、うん、ちょっとジャパン、めんこ脱ぐかな、めんこ脱ぐかな、どうなんだろう、まだ脱いでないね、うん、まだ脱いでない、めんこ、うん、今、渡瀬さんがね、ゲートに向かってる、うん、渡瀬さんちゃうわ、広瀬さん、うん、よし、ええぞ、頑張ってな、うん、あ、寒い、うん、予報では、そうだ、6度ぐらい、6度ってめっちゃ寒いよ、これ、全然6度じゃない、多分ね、マイナス5。おマジで、おめっちゃ寒いよ。そうそう、ジャパンの単勝締め切りで買えなかったつもりは買えてしまった、おめでとうとしか言えないそれ、 おめでとうっていうね。そうそうそう、新春シャンション賞と新春シャンション賞、新春シャンション賞、新春シャンション賞、よしよし、得た、さすが DJ、 よし、いや頑張るよジャパン本当に、うん、まだね、まだ、めんこつけたまま、うん、まだめんこつけたまま、うん、大丈夫、 OK、うん、よしいくぞ、うん、頑張ってほしいね、ほんとね、うん、頑張ってほしい、うん、あ、寒い、寒い、寒いわ、ほんとに、うん、よし、あ、締め切りって、締め切り、よし、頑張ってよ、あ、よし、頑張ってほしい、頑張ってほしいね、うん、そうそう、うん、ハケおめ、なんでハケやねん、全部ハケやんけ、それ、うん、そうそうそう、風があると体感、下がる、めっちゃ下がる、体感温度、ほんと寒いよ、これ、よし、たぶん頑張ってくれ、ジャパン、もうスタート、スタート決めてほしい、うん。ブレスはスタートいいんだけど、もうジャパンは本当スタートに全てかかってるから、うん、頑張ってほしいマジでね。ジャパン頑張れってことありがとう、うん、ありがとう。よし、 iPad 買える、しょけばみんな買ってねっていう、うん、みんな買ってねっていうね。そうそうそう、うん、とりあえず前回の勝利以来買ってなかったけど、今日はジャパンのターン100円買っといたから、おめでとうとしか言えない本当に。単勝万馬券なんだけど、お135倍だって、お、そうそうそう、寒いなら走ればいい、走ればいい、走ったって無理じゃんこれ、完全無理だよこれ、めっちゃ人多いこれ、見るみんな、めっちゃ人多いよこれ、お、これ2レースだよ2レース、え、みんなもしかしてジャパンを見に来たのみたいな、お、ね、アイドルホースですかみたいな。そうそうそう、よし頑張ってほしい、うん、ね、ジャパンどうかな、ちょっと見えないけど、メンコ脱いでるかな、メンコどうだろう、ね、ちょっとまだ見えない、うん、ちょっと遠くて見えない、うん、はあ、寒い寒い、頑張ってほしいねジャパン、うん、どうだろう、うん、今ね間乗り中、うん、あ、ちょっと待ってよ、どうだろう、あ、メンコ脱いでる、メンコ脱いでる、うん、ジャパンメンコ脱ぎましたね、ちょっと今日は裸で走りますっていう、うん、ハルル頑張れ、死ねえお前は、お前死ねえマジで、うん、そうそうそう、うん、ハルル頑張って、お前も死ねえマジで、え、ハゲる、それ俺じゃん、だからそれ俺じゃん、うん、そうそう、え、いや、ハゲている、そのままじゃんかよ、そのままじゃんかそれ、うん、いや、メンコ脱いだジャパン今日、うん、いいね、なんかちょっと楽しみ、うん、これちょっとどう出るかな、うん、綿子を脱ぎましたけどジャパン、お、楽しみ本当に、お、5着くらいまで来てほしい、まあやっぱ掲示板取ってほしいよね、掲示板取ってもらったら、まあなんとかね、ちょっと賞金ありがとうみたいな、お、よし来た来た、よし頼むぞ、広瀬さんお願いします、広瀬さんお願いします、よし、綿子外してるね、ちょっと見えないけど、お、よしよし、鼻切りたいな、C さんだからな、鼻切りたいな、うん、はあ、寒い寒い、よしよし、頼むよ頼むよ、うん、今日はめんこ脱いだ、うん、さあどうか、スタートね、スタートスタートよ、頼むぞジャパン。
来いよ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 、合わせろよ合わせろよ、ひろしさん頼む、よし行った、よしいいね、オッケーオッケーいいよ、うん、オッケーオッケーオッケー、あーでもちょっと早いな、早い早い、よしよしよし、お早いな、早い早い、ちょっと早いな、ちょっと早い、うん、ちょっと早いな、ちょっと大丈夫かな、最短コース取りたかったけど、うん、どうだろうか、ちょっと早い、うん、どうだろうか、1、4、2、ああれちょっと待って、あれもう下がっ、あれあれちょっと、ああれ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 あちあれ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 あああれあ、今ちょっと V が流れてる、 V が、おう、 V が流れてる、ちょっと待ってよ、5番、9番、7番、6、6、4、え、2、8で通って、1が通って、1通って、その後、その後、あ、その後、あ、あ、来た来た来ましたっていうね、その後、どういうこと、え、公式今映ってるでしょ、これ今映ってたよねっていう、これなんだよこれマジで、ちょっとマジかこれ、ちょっとね、あの一頭だけものすごい遠くに、ものすごい遠くにいたんだけど、マジでこれ、え、スーパーなんだよ、どういうことよこれマジで、マジかよこれ、ボロ負けなんですけど、これボロ負けマジで、うん、熱波だけ、いやそうだけど結構ね元気になってたんだよマジで、元気な、え、1230でバテるマジで、本当よこれ、いやもう向こう上面でなんかずるずる下がっていったんだけどマジで、うん、ね、一瞬故障なんかじゃないかと思うぐらい失速して、本当にね、で、しかも、担当の調教師補佐と目が合いました、帰るときに。うん。車乗ってた調教師補佐と目が合った、マジで。そしたら、あっと思って、どうですかっていう感じの表情を見ようとしたら、普通に、目を伏せられました。一頭だけ、キャンター調教ってどこだよ、それ。キャンターってどこだよ、これ。いや、真剣に走ってますけど、これ。そう、え、100メートルなら3着だったね、確かに。これ1周目のゴールまでっていうレースないかな、みたいな。そうですね。ダントツ最下位のダバウ。なあ、これ、現地まで見に来るって。バカの、ほんとね、真剣に頑張った。マジで。最後歩いとったんじゃん。え、最後歩いとったんじゃん。最後歩いてましたよね、これ。ちょっとだけなんか。どういうことですか、これ。マジで。ちょっと。最悪ですね、本当に。はい、損しました。もう、ちょっと、どういうことですか、これ。僕、わざわざ今日、あれ、実家から帰ってきて、これ、ここまで来たんですけど、これ。マジか。はい、ということで、本
とりあえずもうちょっと気分が悪いんで、もうこれちょっとこのまま終わっていきたいと思います。はい、あの続きはちょっと、お昼ぐらい、ツイッターでね、事前につぶやきますので、ちょっとお昼ぐらいにまた再開します。はい、その時はまあ、馬券大会ってことで、まあ、誰が来るのかちょっと分かんないですけどね。そうそうですね。ターンしてムシしてワイビオの会、まあそうかもしれないですね。はい、もうインド、いや、ちょっとまあそこはしっかり考えます。はい、ちょっと一回考えるってことでね、もう今日はひどかった、マジで。やり前がやりあったから1、2、3で、まあまあ それもありますね。足残れへんわ、あのやりあったら、はい、ということで一旦ここで終了します。はい、お疲れ様でした。後ほどまた、はい、失礼します。